ちょっと待って、どういうこと？どんこんちゃいこれです。明日ガンホーコラボの情報追加で来ると思ったんだけど今日来たね。これはどういうことなんだろう。なんかガンホーさんって金曜日に月曜日からの情報を出す傾向にあるんですけど、なんか今日来ましたね。めちゃめちゃ予想外でちょっと今焦ってるんですけど、まあ、とりあえず戻っていこうと思います。はい。でね、キャラのね、強化進化入ってはいるんだけどね、リリアのまずこの進化はね当然実装されてて、武器もね解説したじゃないですか。ダイヤドラゴンフルーツ入れるんだ、めんどくさ武器。めちゃめちゃめんどくさいじゃん、だる。まあ、こんな感じでね、はい、新武器が来ますと。さっき動画撮ったんで、そこはね、さっきの動画見てください。で、新武器というか旧武器ですね。新武器じゃなくて昔からある武器の方4枚ですね。これも強化入るっぽいです。はい。まず新道カリンの武器が体力キラー、持つようになりました。体力キラー武器なおかつスキルブースト武器なんで、ランキングダンジョンでの活躍はもう絶対に避けられないかな。スキルブーストプラス体力キラー武器だから相当やばいと思う。で、パリスのカードゼータ武器がね、回復キラー武器も持ちました。これはもう暗闇耐性3つに烈強化2つに回復キラーってただただ強い気がするんだけど、なんかキラーの安売り感がすごいな。ただただ強いと思う。で、エレナ武器が2ウェイにバランスキラー武器と、これもやばいね。普通に二色陣持ってる上にバランスキラー武器ってことはランダムでは使えるだろうし、何かしらでも使えそうだけどね。まあ普通にやばい気がする。で、最後ライザー武器が、攻撃キラー持ちましたと。いや、なんか既存武器めちゃめちゃ強くなりましたね。まあでも、まあ持ってる人多いと思うからまだいいのかもしれないけど、既存武器が超強化入りましたね。で、リーリアがレベル限界突破&聴覚戦に対応と。はい。リーリア無効感度7強を持つんですね。これやばいっすね。普通にリーリア自体が、さっき見た通りめちゃめちゃ強いんで、これね、そう、覚醒めっちゃ強いから、7強プラス無効感どっちか持てるっていうのはやばいと思う。7強かな、でも7強3つ持ちの無効感つ持ちなんで相当強いと思う。で、これがね、まあ一応強化でしたね。だから、他のキャラね、強化入んないっぽいっすね。そう、びっくりしたんだけど、ここら辺のキャラ一切情報修正なしで、オラージュとかこういう系、全部情報修正入んないっぽいっす。なんか、絶対俺明日来ると思ったんだけど、意外と来ないっぽいね。めちゃめちゃ意外だった。ここら辺は全部強化来ないらしいんで、まあ、あれですね。めちゃめちゃキャラ多いね、ガンホーコラボ。そんな感じです。で、ログインで開催記念、ガンホーコラボガチャが1回回せて、魔王石1個プラスガンホーコラボガチャが120円かな。で、買えます。はい。で、魔王石20個プラス星7確定ガンホーコラボガチャが2440円かな。2440円。って感じですね。で、ガンホーコラボアシスト友情ガチャ。内容変わるの？これ。ん？どういうことこれ？新しいカードが6枚あんの？え？やばくない？え？ちょっとよくわかんないですけど、これもしそうだとしたら結構やばい気がするな。無課金キャラで新しい。あ？ガチ？え？どういうこと？ちょっと待って、これは。友情ガチャだよな。ってことは、友情ガチャから新武器が6個出んのが新しく。やばいな。は？え、めちゃめちゃ友情ポイント貯めないとやばいじゃん、これ。めちゃめちゃ貯めないとやばいじゃん。で、まあ、交換は全部できると。で、その他モンスター交換で手に入れるキャラ。まあ、リチャとかこういう系だね。はい。もうありますと。アレストとかもあるね。で、クロイルも実装されるとね。クロイルでも強化来なかったね。やっぱり強いから。っていう感じっぽいっす。なんかちょっとごめんなさい。情報が危ういで、まだ俺もあんま分かってないんだけど、とりあえず新しく無課金武器が9枚くんのかな。結構やばいくね？これ、やばくね？やばくね？で、まあ、プラスもう1個、魔王石10個&シーズンスーパーゴッドS開催と。まあでもこれは別にまあね、ゴッドエス来るために引かなきゃダメって勘違いしてる人いると思うけど、まあこれはどう考えても、まあ今はスルーでいい気がするけどね。そんな、まあ、引いてもいいとは思うけど、そんな今これ狙う必要ないと思うし、全然。うん。モンスター交換所イベント、なんかあれだね、枠解放とかイベントメダル虹がもらえるやつも来るっぽいですね。でもまあこのガチャはスルーでしょ、これはさすがに。だって別に今これ引きに行くメリットないしね、そんなに。うん。まあ、ちなみに僕は水着で捕まりを置いてほしいんで引きに行くんですけどね。ちなみに。はい。そんな感じですね。で、ラストレーダーはどうでもいいでしょう。って感じかな、今日の情報。多分もう指示なんでこれ以上は発表ないと思うんで。まあ、ということで、こっからはですね、来週からガチャが4つ。まあ、来週からは3つか。で、今週含めて4つ来るので今から、どれ引けばいいか解説していこうと思います。行きましょう。さあ、ここからは、どのガチャを引くべきか、4つの中から話していきます。まず、仮面ライダーコラボガチャ、そして、クリスマスガチャ、そして、
明日かな、明日から来るシーズンスーパーゴッドエース、はい、そして月曜日から来るガンホコラボ。ちなみにシーズンスーパーゴッドエースのみね、期間日曜日までなので注意してください。はい、まあね、来週はガチャ3つ並んでね、さらに土日もガチャね3つ並ぶんですが、まず2つ消します。1つ目はクリスマスガチャ、これは論外です。絶対に引かないでください。理由は簡単で、もしサレーネが欲しい人は交換してください。はい、それ以外でマジで引く意味がありません。ウリエルループ強いように見えますが、2体いれば十分なんです。まあウリエル2体目を引きに行くっていう人に関しては別に僕は止めませんけど、少なくとも4体引きに行く必要性はない。出ねえ下位。僕のツイッター見ててる限りだと260連してウリエル0とかっていう人もいるんですね。そんなガチャ引く必要性がない。だからこのキャラはなんかレベル低レアのやつらが外れなんですよ。だから引く意味なくて、季節系は絶対引かないでください。引く必要なし、これは論外。一番選択肢は下、次に2番目に引かない方がいいガチャ、まあ、だから3番目に引いた方がいいガチャだね、逆に言えば。はい、次にシーズンスーパーゴッドエース、これも引かなくて OK です。理由は簡単で、別に今まあそうだね、この中に強いキャラいるにはいるけど、そこまでこのキャラを引く価値がない。まあ、ルシャナちょっと強い、ベロはちょっと強いぐらいかな。まあ、バージルもちょっと強いかな。シェリングフォードはまあ普通にフェスゲンだしね。第一、フェスゲン、多分フェスゲンはもうみんなアンケートごとです引いたと思うんで、結構持ってる人多いと思うんですよ。もう結構引いたから、マジで今の環境これを引く必要性はない、ないです。で、多分これに対して、はこれ強いじゃん、引いた方がいいじゃんって思ってる人は引けばいいんですよ。そう、基本的に今俺がないって言い切りましたよね。それで、あそうなんだと思った人絶対引かなくていい。だってこのキャラって使い道あるにはあるけど、一部のコアな使い道だけだから、それを狙いに行く必要はないし、第一それを理解しない時点で絶対に引かなくていい、もったいないです。そう、言い切れます、安心してください、絶対引かなくていいです。はい、まあ、てかゴッドエース今引く必要ないしね。はい、次行きましょう。で、問題はね、はい、ガンホーコラボキャラクター、そして仮面ライダー、この2択っすよね。正直言ってどっち引けばいいんですか。もうこれは本当は一言で言えないんだけど、一言で言います。一言でならガンホーコラボっす。はい、これはなんで一言で言えるかっていうと、まず仮面ライダー石6個だよね、石6個だよね、そう、仮面ライダー石6個で、そしてガンホーコラボも石6個なわけですよ。で、まずこの2人比べてください。こっち1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 体星になります。多いな、ちょっと消せや、16体います。はい、そして仮面ライダー、はい、仮面ライダーが7体ですね。7体、015スーパー1915ブラック電王エグゼイド。確かに仮面ライダーって低レアリティなキャラも使えるには使えるから、そこがいいところであるんだけど、ガンホーコラボは当たりが多すぎる。そう、そしてなおかつ強いキャラがマジで多い。上から見ていきましょうか。リーリア当然強いですね、新キャラ。オメガ強い、ガメイラ強い、式神強い、ルレナ強い、ナイト強い、シアちょっとごめんあんま使ってない、ブラダマンテ強い、リーチェゴミ、ノア、まあ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 悪くない、ラルグ、まあまあちょっとたまに使えるかも、オラージュ、まあたまに使える、シンドガニ強い、ゼータ強い、エレナ強い、ライザ強い。どうすか、ハズレが4対5体しかいないんですよ。つまりこれだけキャラがいるということは当たりやすい、なおかつ交換所で交換がしやすい、そして当たりキャラが多い。コスパいいんですね、このコラボ、はっきり言って。なので、まず基本的に仮面ライダーガンホーコラボ全くどっちも分かりません。だからどっち引けばいいですかって言われたら、ガンホーコラボ引いた方がいいと思います。ただ一応言うならばなんですけど、ガンホーコラボ確かに強いです、仮面ライダー強いです。ただ年末に一応まだガチャも控えてるんですね、お正月系のイベントで。なのでどちらもスルーとい もう苦渋の選択をするのはあり。なんだけど、やっぱ俺はガンホーコラボがおすすめかな、引くとしたら。かなり強いんでね。まあまあ、万が一迷ってる方に関してはね、僕はガンホーコラボおすすめしますが、まあガチャどれ引けばいいかなってなった人に関しては、ぜひともガンホーコラボ引いてもらえれば、まあ間違えることはないと思います。とりあえず当たりやすいっていう点も考えるとね。そう。で、まあ、その上で、どれ交換したらいいですかって思った方に関しては、月曜日僕が交換所解説動画を絶対に出します。16体すべて。なのでね、そちらを見てもらえれば間違いないと思います。そんな感じで今回の動画はこの辺りで終わりにしようと思います。はい。まあね、今からね、めちゃめちゃガチャらしく来るけどね。とりあえず、もし何引こうか迷った方は、ガンホーコラボ引けば OK。ガンホーコラボもキャラいられなかったに関しては、仮面ライダー引けば OK。それ以外はもう引かない方がいいと思います。で、もうとりあえず、このガチャラッシュを乗り越えた先には、年末イベントが待っていると。なんでこんな最近ガチャ多いんだろうね。よくわかんないですけど。まあ、という感じでね、今回の動画はこの辺りで終わりにしようと思います。はい、もうすげえ殴り殴りの実況だったんだけどね。
よろしければチャンネル登録高評価ぜひお願いいたします。明日からのガチャラッシュ、間違えた、月曜からかガチャラッシュ頑張っていきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。